見て見てー、なんとあゆ太郎の名刺ができちゃいましたー。あゆ太郎チャンネル、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございまーす。皆さん、ちび太郎ということ、ちびちび太郎という子をご存知でしょうか？僕の動画にもね、何回か出てもらっているんですけども、すごい可愛いんですよ。今日はですね、ちび太郎との出会いをね、ちょっと話していこうかなと思います。そもそも、僕が動画を上げ出して、何万人の頃かな？ちょっと前、数ヶ月前ぐらいに、K スポーツの石森さんから、こんな動画を上げている子がいるぞということでね、動画が送られてきたんですよ。LINE の方で。で、その YouTube をポンって見たら、なんと題名が、あゆ太郎に俺はなるっていう題名でね、なんかもうちっちゃい子がこう、一人で球出して、一人で打ってる動画が、何秒間か、1分ぐらいかな？ 1 分もないぐらいかな、こう、やってる動画が上がってたんですよ。そのちび太郎の YouTube のチャンネルに僕コメントしたんですよ、一回。そしたら返事返ってきて、で、そっから何月か、何日か経った後に僕全日本実業団にね、YouTube 撮影しに行ったんですけれども、その時に直接会いに来てくれて、遠くから。そしたら、あ、ちび太郎みたいな感じで仲良くなってから、が出会いですね。そこで会って、で、いろんな僕のイベントとかにも毎回来てくれて、そういったね、ちび太郎との出会いがあったわけですよ。なんでね、今回はせっかくなんでね、ちび太郎が出してる動画をみんなにも見てもらいたいなと思いまして、ちょっと、一本だけね、僕が初めて見たちび太郎の動画を今、一緒に見ようかなと思いますんで、それでは、レッツゴー！はい、いかがでしたでしょうか？めっちゃ可愛いでしょ？でも、もし、この続きの動画とか、他の動画も見たいよって方はね、概要欄の方に、ちび太郎のチャンネル貼っておきますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。で、この間ね、イベントがあったんですけど、K スポーツでイベントがあったんですけれども、その時にね、サーブの的当ての動画がまだちょっと残ってたんで、それも一緒にね、お見せしようかなと。ちび太郎とちびちび太郎のね、二人が頑張って、サーブで的を当てる動画がありますのでね。よかったらそちらも見てください。では、どうぞ。あゆ太郎チャンネル。あゆ太郎狙う？帰ってほしい。帰ってほしいの？今から、ちび太郎とちびちび太郎が的当てに挑戦しまーす。タール購入してくれたんでね。ありがとう。はい、頑張ってね。あの的に当てるんだよ。頑張ってね。それでは頑張れ。的当て大会始めます。イエーイイエーイ。一人何球だっけ？一人10球です。10球頑張って、ちび太郎。ちびっこは当てれば OK。 まだ当ててない？よし頑張ろう。よし頑張ろう。よし、1球目。いいよ。はい、惜しい。頑張れ、ちび太郎。せーの。危ないね。一回ずつ行こうか。お、あー、惜しい。そっち違うよ。そっち違う。ちびちび太郎、ちび太郎、ちびちび太郎、すごいとこから打ってるけど。こっち、こっち、こっち、こっち。危ない、後ろ危ない。あっよいしょ。おお、あー、惜しい。これで6球目。6球目頑張って。1球目ぐらいでいける。あ、惜しい。ちびちび太郎はもうルールイヤン。ルールイヤン。おお、あー、あー、ちび太郎必殺は使わなくていい。最後の一球はあゆ太郎さんに。あゆ太郎さん。やめてよそれ。裏技だよね。裏技。
何その超プレッシャー。下から打とうかな。思いっきり打ってあげる。じゃあ思いっきり取りますか。じゃあちょっとさ、あれちびちび太郎まだチャンスあるでしょ。でもこれ何回か3球ぐらいってな。おお惜しい。変なところ。頑張れ頑張れ。変なところしかもれよ。ストレートだったら簡単だ。おあちび太郎最後の任せろ。あゆ太郎さんに託します。ペイさん。さあ行くか。いや、かけといて。おーい。イエーイ。イエーイ。おめでとうございます。おめでとう。ローズ使ったね。チビタラの特権でしょ、これは。どうしますか、斉藤さん。いいのこれ。はい、あ、よかった。多分だ。ちびたろさん成功。裏技使った。裏技使ってやったね、ちびたろ。決まってきな。決まってきな。ちょっと当たって。方針も当たった。どうしよう。よかったね。ママ頑張れ。見てこよ。よいしょ。あだたちびたろ使いました。おー裏を使って最後の一球にやる太郎召喚。はい、おめでとう。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 何買うのかな。ゴール買うのかな。またあゆ太郎チャンネル。はい、めっちゃ可愛いでしょ。もうこんな頑張って、しかも結構上手いんですよ普通に。これ将来ね、もう中学生高校生頃にはもうあゆ太郎なんか超えてるであろう逸材だと思いますんでね。まああの変にプレッシャーかけるわけ、変にプレッシャーとかねかけるわけではなくて、これからもねあのソフトテニス大好きな気持ちを持ってね楽しくやってほしいなと思います。まあ成績とかね勝つ勝たないとかもありますけど、一番ね今後ちび太郎に忘れてほしくないものはねやっぱ楽しむという気持ちね、お忘れないでやってほしいです。また何かあったらあゆ太郎のね YouTube でも見て元気出してくれ、目いっぱいね楽しくテニスやってもらいたいと思いますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。バイナー。あ、この動画がいいねと思う方はグッドボタンよ。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドよ。じゃあまた次の動画でな。バイナー。